セーゲオルギオス大聖堂の外観。ファサードは19世紀半ば頃の影響が顕著で、新古典主義の影響により、聖教会のビザンティン様式とは異なった見た目が作り出されている。セーゲオルギオス大聖堂の内部、方針礼時の光景。右衛隊が歌っている。左側にイタリ聖書のイコノスタシスが映っている。セーゲオルギオス大聖堂はイスタンブールにある。 正教会の大聖堂、教会。イスタンブールはトルコ最大の都市であり、1453年まではコンスタンディヌーポリとして東ローマ帝国の首都であった。およそ1600年頃からこの教会はコンスタンディヌーポリー総主教の座所である。コンスタンディヌーポリー総主教はギリシャ正教会の上位総主教であり、全地総主教としては 全世界の聖教会信徒の精神的な指導者と認識されている。教会はファナリ地区。ファナリ地区はイスタンブールのうち歴史的に中心的存在であった古いコンスタンディヌーポリ市街の北西に位置している。住所はフェナッシュラムパトリカンイージーサードラズムアリパスアカデシーフェナッシュ34220イスタンブール 世界のキリスト教の中で占めるその地位にしては、比較的小さな教会である。大聖堂は午前8時半から午後4時まで開かれているが、教会内では限界体制が取られている。ギリシャ及び各聖教国から巡礼者が途絶えることなく訪れる。教会の裏側には宗主教庁と宗主教庁図書館がある。大聖堂は宗主教の座所となる前は、 男子修道院、女子修道院であったのだが、外見上は印象的ではない。しかしその内装は、聖教徒に好まれる様式で、華やかに装飾されている。宗主教、マタイオス2世は1600年頃、宗主教長をファナリノ級聖ゲオルギをス女し、修道院に移した。コンスタンディヌーポリは1453年から、オスマン帝国の支配下にあり、 ファナリはその中にあって、ギリシャ人キリスト教徒の中心地と認められる地域であった。大聖堂は幾度も再建されてきており、原型はわずかしか残っていない。宗主教ティモセオス2世は大聖堂を1614年に改築し拡張工事を行っている。また、宗主教カリニコス2世のもとで再び改築された。18世紀初頭。 大聖堂は火災によって大きな損傷を受けた。1720年に総主教イエレミアス3世は、アルタの不主教ネオフィトスにこう書き送っている。自然なる神の憐れみとお心により、支配者たちは考えを変え、全地総主教座である、ガトーの聖なる大聖堂をその基礎から再建することを許可した。神が長寿を、彼らに賜わんことを、我々は、 神の助けにより建設に着手した。イエレミアス3世による再建事業は総主教バイシオス2世によって継続された。大聖堂内部大聖堂内部1738年にも大きな火災が起こり、その際大聖堂も再び深刻な被害を受けた。ようやく1797年になって、総主教グリゴリオス5世により、 大規模な改修を始めることが可能となった。現在の大聖堂の状態のほとんどはこの時の再建によるものと考えられる。大聖堂は三つの側廊、当面に三つの半円アプス、西側に廃廊を持つバシリカ様式で設計されている。内部は三つの通路と中廊に分かたれ、黒炭製の座席が柱に沿って設置されている。これらの設計によって、新廊には、 生体礼儀に十分なスペースが存在している。イタリ製書内の宝座の背後には、アプスの壁に半円に沿って講座が設けられており、大主教たちのための講座があり、その中央には総主教のために大理石性の高い講座がある。より大きな大聖堂の改造は総主教グリゴリオス六世によって行われ、この時屋根が現在の高さまで上げられた。 この時の改造によるとされる、新古典主義的な大理石のドアと装飾的なドア枠は、一般的なビザンティン様式で設計される多くの、他の聖教会とは異なる外観をもたらしている。最後の主要な再建は、イオアキム三世によって行われた。イタリー聖書を舗装する大理石は交換され、講座は修繕され、教会の所有品は、 杯きや財服において豊かになった。これらは多くがオスマン帝国外に居住する聖教徒からの寄付によった。大聖堂は1941年に再び火災によって損傷を受け、政治的理由により1991年まで完全に修繕されることはなかった。度重なる火災をくぐり抜けて今日まで残った。 大聖堂教会の最も貴重な物品は、5世紀からの異物と信じられている、宗主教座と、いくつかの貴重なモザイクイコン、そして神学者聖グリゴリーと、聖コンクヨアンの普及体である。この両聖人の遺骨のうちいくつかは1204年の第4回十字軍によって、コンスタンディヌーポリから強奪されていたが、2004年に、 教皇ヨハネ・パウロン2世により、聖ゲオルギオス大聖堂に返還された。オスマン帝国の没落と、近代のトルコナショナリズムの公用により、イスタンブール在住の大半のギリシャ人聖教徒は、移住し、創主教長は共同する信徒が少なくとも、地域的には存在しない変則的な状況に置かれた。今日、聖ゲオルギオス大聖堂教会は、 全地総主協調の象徴的中央機関として、及び、聖教徒巡礼者たちのセンターとしての役割を果たしている。協会は、財政的には、他国の聖教会コミュニティからの寄付で維持されている。1997年12月3日、爆弾テロが行われ、タスクサイ一人が負傷し、大聖堂も損傷を被った。これは、多くのテロリストが、 全地総主協調に対して行っている攻撃の一つであり、近年イスタンブールにある総主協調所属の教会とその墓地はトルコ人によって攻撃されている。トルコ政府当局はテロリストを取り締まる努力を継続して行っている。出展によって示される時期が異なっている。コンスタンディヌーポリ総主教庁のウェブサイトによれば1600年となっている。 エキュメニカルパトリアーケットウェブサイト全地、総主協調公式サイトハットアテネプロテスト、レイテストデセクレーションオブオーソドックスセメタリーイン、ターキー在米ギリシャ大使館ウェブサイト。ありがとうございます。